アメリカのバイデン大統領は29日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザへの軍事作戦の拡大をめぐり、ガザにいる民間人の保護や人道支援の継続を訴えました。ホワイトハウスによりますと、バイデン大統領はネタニヤフ首相に対し、イスラエルには国民をテロから守る権利と責任があるとした上で、ガザへの軍事作戦については、民間人の保護を最優先する国際人道法の遵守が必要だと強調しました。一方、ガザでは29日、北部にある病院の周辺でイスラエル軍による空爆が続いたと、ガザで救援活動を続けているパレスチナ赤新月社が発表しました。イスラエルは赤新月社にこの病院から退避するよう重ねて要求していました。またイスラエル軍はガザとイスラエルの境界にあるエレズ検問所付近で地下トンネルに潜むハマス戦闘員を発見し攻撃したと発表しました。